カーナンバー16は新宿編のトニーとも、カーナンバー20番は伊藤忠英でした。チーム一発の先ほどの A グループ同様ですね、メインストレートを通過をする車両もあります。それから車の確認、セッション中3セッションで牧野忠介がトップタイムをマークするというようなスピードを見せたんですが、最後の1セッションは山下健太が取りました。これで全車帰ってきましたね。あ、中島英二もう一回通過していきましたね、ストレート。これは山本さんも今死んでくれ、この予選後ですね、今やっています。確認ができませんでしたが、今このタイミングで出るというのはちょっと不思議な感じです。つけることでニュータイヤとそれからスクラブした表面をですね、なんか削っておいたタイヤ、まあ、下ごしらえをしたタイヤと考えてもらえばいいと思うんですが、そのタイヤと組み合わせることで、まあ、ピンクのグリップを非常に時間差の出ないようにしたいという思いがあると思います。さあ、氷はまもなく最終戦のパナソニックに入ってますけど、これ時間が
10番手には三宅敦史チェッカーを受けています。太田和之進は6位までに入っていますが、佐藤蓮は7番手でこれでトップ12には残れません。 Q2 の12に及ばず、佐藤蓮はここで敗退ということになります。中島レーシングチェッカーが出ています。そしてあとまだチェッカーを受けていないのは坪井翔、野地智樹、大湯俊樹、そしてジュジュ、次に帰ってくるラップが、これが計測ラップ最後ということになりますけれども、現在は大湯俊樹が2番手、坪井は4番手になっています。5番手の野地、このままピットに戻ってきても十分トップ6に入れるということで、無線でひょっとしたらタイヤ温存で戻ってくるかも分かりませんね。トップ6にもう入ってるから別にアタックしなくていいよ、戻っておいでっていう風に、連絡が出ている可能性はあります。チェッカーは受けていませんが、時間はもう終了しています。そうですね、アタック入っているもう車は帰ってきませんね。どうやらこれで決まりです。トップタイムは福住2例でした。9番の B グループ1分22秒963、2番手には39番の大湯俊樹、3番手には3番の山下健太、4番手には36番坪井翔、5番手16番の野尻智樹、6番手にはどこもティームダンデライアンの太田和之進が入りまして、この6台が予選の Q2 へ進出ということになります。